お久しぶりです。下の概要欄にアドレス載っけてるんですけども、今日は自転車の記事、大阪府大東市市営深野園住宅の一室でメダカ屋開業、童話住宅ではやりたい放題という、まあそういう記事について解説するんですけども、何がやりたい放題かっていうと、まあおおむね2つあってですね、1つは、市営住宅のね、敷地の中に勝手に線引っ張って駐車場を作って、でそこにね、車を止めさせて、でそれで全国連の支部長がお金取ってたんじゃないかっていう話ですね。でもう1つは、これ市営住宅って言ってもですね、まあ本当に住宅なんですよね。店舗とかやっちゃいけないんです。そこの3階の一室をですね、勝手に改装してですね、水槽を持ち込んでメダカを飼って、まあメダカ屋さんをやってたんじゃないかっていう話ですね。で、それがどうも全日本同和会の関係らしいと。という、まあ2つのおかしなことが相次いであったと。大東市で。で、駐車場の件はね、このチャンネル見てる人なら覚えがあると思うんですよ。ブラック解放同盟全国連合会。全国連から私宛てにね、糾弾状が来て、で、さらには質問状が相次いできて、それで僕はそれに対してね、答えてるんだけども、その中でね、その全国連が、なんかその自転車は、差別で金儲けしてるみたいなことを言うんで、じゃあ全国連さんどうなんだと。大東市のね、野崎の竹岡浩二支部長は、公有地にこの線引っ張ってね、勝手に駐車場にしてお金取るっていう、まあ昔のね、飛鳥会がやってたようなこと。まあ飛鳥会に比べればだいぶせこい話なんだけども、そういう金儲けしてたんじゃないかっていうことをね、僕は言ったわけですね。で、全国連ね、公開質問状だっていうのにね、僕のこの、じゃあ、野崎の支部長どうなんだっていう話は載っけてないんですよね、全国連のサイトに。で、この質問にね、僕の、こういうことをやってるんじゃないかっていうことに関しては、答えてないんですよ。なんか、はぐらかしてるんですよね。別に否定するわけでもなく。やっぱりやってたんじゃないですか、全国連さん。竹岡支部長が。なんか僕はこうやって、今日、この前、記事載せたことで、どうも、竹岡支部長が怒り狂ってるみたいな話を、なんかちょっと噂として聞いてるんだけども、まあ、それだったら、それでね、違うって言ってね、言えばいいんだろうけども、ただ僕は、実際行ったんですよね、深野園住宅に。そしたら、なんか急にね、なんかアスファルトが引いてあって、なんかすごい新しいね、番号が立ててあるんですよ。深野園住宅の中に。なんかね、急遽作ったような、駐車スペースがあるんですよね。で、これ何かなと思ってね。で、まあ大体、まあその時に大体想像はついてたんだけども、つい最近ね、大東市に聞いてみたら、やっぱね、その敷地の不正な利用っていうのはあったそうなんですよ。これ事実だったそうなんですよ。ね。それで、まあ、それをなんかこう、自己承諾みたいな形で正式に市のね、駐車スペースにしたっていうことで、なんかそういう解決方法もどうなのかなと思うけど、まあ、どっちにしてもね、そういうふうにしたら勝手に駐車料金取るってことはできなくなるんで、まあ、そういう解決方法をするしかなかったのかなというふうに思います。で、もう一つがですね、メダカ屋さんなんですよね。で、まあ、こういうこともあったんで、僕ずっと深野園住宅についてね、注目してたんだけども、いや、どうもね、深野園住宅で勝手に住宅なのに、そこで商売やってる人がいるみたいだと。で、それで、で、深野園住宅ね、これ、Google マップで見たらね、なんか、マジメダカっていうね、お店ができてるんですよ。深野園住宅の中に。で、しかも、なんか、そこにね、もう、堂々と住所も書いてあるんですよね。住所がもうまさに深野園住宅の住所で、部屋番号が何だとか、なんか E206、あ、3階じゃなくて2階ですね。なんか2階のね、部屋番号があって、で、しかもね、まあ僕は聞いてるのは、まあ実際現地行って調べたんだけども、ABCD と棟があってね、そこは、一般向けでしたって。ABC が一般向けでしたかね。で、DEF が、童話棟っていうか、その童話向けなんですよね。だから E の部屋番号が書いてあったから、まあ、童話棟でやってるんですよね。そのメダカ屋さんを。いや、ここまでね、堂々とやるかって。インスタのページまであって、まあ、Google のね、Google マップもそうなんだけども、店舗登録してあって、で、こう、水槽でね、メダカ飼ってる画像を堂々と載せてるんですよ。で、問い合わせしたら、なんか店舗に来てね、見学というか、まあ、
メダカを買うこともできるっていうことなんで、まあ僕もちょっと買いに行ってみようかなと思ったんだけどもね、いやでもよく見たらですね、なんか平気用になってるんですよね、Google マップの、表記が。で、さらにはですね、インスタグラムのところを見るとですね、なんか引っ越し作業中だと。で、どうも京都にね、引っ越す作業を今してるそうなんですよ。で、5月になんか、京都どこだったの？京丹後市だったかな？そこでね、真面目だからまたオープンするらしいですね。で、これ一体何なんだろうっていうことで、まあいろいろ調べてみたわけです。で、大東市にもね、聞いてみましたよ。でね、まあちょっとぶっちゃけ言うとね、この話を総合するとどういうことかっていうとですね、なんかね、これ、大東市の市議会でも、なんか維新の議員さんが質問してるんですけどね。その、福野園住宅の中で、どうも一室が勝手に改装されたと。もともとは 4K なんですよね。4部屋と、キッチンっていう間取りなんですよね。福野園住宅は。それがね、なんか 2DK に、改装されてたと。本来これほど大幅な改装するんだったら、まあ、市の許可がいるんだけども、どうもね、職員が口約束で承諾して、しかもどうもね、改装費用がですね、その市が出してたらしいと。なんかそのバリアフリーとかでね、手数料つけたりとか、そういう改装って、出すらしいんですよ。その改装費用をね、市がね。だけど、その、ぶち抜いて 2DK にするっていうのはあまりにもその改装っていう割にはそんなね、もう完全に改造というかリフォームになるんで、普通だったらそんなのね、まあ、市がお金出す以前にそんなのやっていいのっていう話じゃないですか。ところがまあ、やったらしいんですよね。なんか、議会の答弁見ると、市の、方は、その全額負担はしたわけじゃないみたいなことを言ってるんだけども、でも、入居者はなんかそんな業者に全くお金を払ってないみたいなことを言ってるんで、なんか話が食い違ってるんだけども、で、しかもその工事した業者っていうのが、なんか全日本同和会系の業者で、で、それで、その、まあ、その入居者とお友達みたいなそういう話なんですよね。うん。議事録には全日本同和会ってはっきり書いてないけども、なんかちょっとそれを匂わすようなことが書かれてますね。うん。僕は全日本同和会だというふうには聞いてますよ。違ったら違うって言っていただければいいんだけど、でもなんか、やっぱり状況証拠からすると、まあ、本当かなっていうところなんですよね。で、それで、まあ、大東市が言うには、まあ、実際そう不適切なことがあったんで、今は、引っ越してる最中ということらしいんですよね。で、まあ、現状回復が終わったら、まあ、引き続き、住まわせるような、話なんですけども、でも、なんとなくね、なんか、やったもん勝ちのような感じがするんですよね。こんな普通だったら、退去させられるんじゃないですか。で、市営住宅っていうのは大体低所得者層とか、まあ住宅に困ってるような人が入るっていうことがあるんで、まあ一定数の所得があると追い出されるんですよ。公営住宅っていうのは全国どこでもね。まあ改良住宅なんかはまた別なんだけども、福野園住宅はこれ市営住宅っていう扱いなんで、とすると、そのメダカ屋さんを経営できるような方が、その市営住宅に入ってるっていうのもちょっとどうもおかしな話なんで、いやー、これ何なのかなっていうか、大東市なんかこの童話関係もやりたい放題じゃないのと。なんかもう本当にフリーダムというか、何でもありですよね。で、去年かな？ニュースになってたんだけども、大東市がですね、昔2007年頃から、ヒューネット大東事件って言ってね、訴えられたんですよね。住民訴訟されたんですよ、共産党から。それで、最終的には市の方が負けて、で、全日本同和会系の団体のトップの人がね、その市にお金返さないといけないということになったんですよ。まあ、不正に給料を受け取ってたっていうことでね。ところがですね、それをなんか、債権放棄をしたっていう、しかもそれがなんかミスで債権放棄をしたっていう話なんですよね。去年の11月にそういうニュース出てましたよ。いや、すごい話だなと思って、これ住民訴訟で負けたお金をですよ、踏み倒していいんだっていう話で、これもう最強じゃないのっていう。うん、いや、こういうね、童話の不祥事がある自治体で、まずですよ、まずそこで、その、
住民監査請求なり住民訴訟をして、その市民がですよ、不正を正すっていうこと自体も相当ハードルが高いことなんですよね。大抵はもう共産党ぐらいしかやらないんですよ、そんなことが。でただでさえそれだけでもハードル高いのに、これ裁判でね、市が負けたんでしょ、負けたのにさらにそのお金踏み倒せるってなったら、もう最強じゃないですか。もう何でもありじゃないですか。だからこれ大東市って、これ完全に同和関係はモラルが崩壊してるんじゃないかなと。いや、まあ、いろいろね、まあ僕も確証がないので全部は全部言えないんだけども、いや、よっぽどのことじゃないですか。まずその、住民訴訟で負けたのに、払わないといけないお金を踏み倒すと。ね。今、東京都なんかでも問題になってるけども、コラボ歌とか、なんかいろいろパップスだのなんだのっていうので、その女性支援のお金が問題になってね、住民訴訟を起こされてるけども、それ、じゃあ仮に行政側が負けても踏み倒しで終わるんですよ。すごいじゃないですか、大東市。だったらもう最強ですよね。何でもありですよね。で、しかもその、福野園住宅っていう、しかも、同和党でだけですよ。あそこ一般党とその同和党あるんだけども、その同和関係でこうやって相次いで、ね、不祥事というか、まあなんというかね、地元のメディアが報じてないから不祥事にすらなってないのかもしれないけども、まあこういう常識的にはありえないようなことが連続で続くっていうのは、よっぽどのことだと思いますよ、大東市。なんかちょっと、大東市、なんかすごいことになってません？人権侵害してません？なんかその全国連さんとか、全日本同和会さんが。僕もいろいろ、ちょっとこう、喉まで手が出かかってね、僕ちょっと言いたくない、いろいろあるんですよ、僕は。あそこのね、野崎の、全日本同和会の中の事務所とか、僕一人で入ったこととかあるから、ちょっと、言うべきこといろいろあるんだけども、いや、まあちょっと言うべきことは言っといた方がいいかもしれない。なんかまあ、その、入れ墨見せられたとか、まあいろいろね、僕は聞いてるんですよ、やっぱり。いや、で、それで、やっぱりそこが僕の体験といろいろ符合してるところだ。まあ僕は入れ墨なんか見せられなかったけども、やっぱりちょっとね、その、ただならぬ雰囲気というものはね、やっぱりあそこで、その、同和団体の方と会うと感じるもので、これね、その、例えば新卒の市の職員なんかがあそこに、ね、まあ、配属されて、まあ、同和団体の人と対峙したら、ちょっとね、その、普通の人はね、その、この純真な人はね、正面漏らすかもしれない、本当に。まあ、僕だからね、そこはね、きちんとね、対処したってところがあるんだけども、やっぱりね、怖いと思う、あそこは。ちょっとね、で、しかも、その、ブラック出身ともね、限らないんですよね。というかね、そのヒューネット大東事件の時に、もう2チャンネルなんかで話題になってましたよ。その、全日本同和会に、その在日の人がいるとか。これはまあ別に秘密でも何でもない。当時明らかになったことなんで、僕は覚えてるんだけども、その、大東市だとですね、野崎とね、北条っていう、まあ、部落があるんですけども、北条はね、よく言われるのが、東西南北とかね、あと牛虎とか犬とかね、そういう方角のつく名字っていうのがあそこの地元の部落の名字らしいんですよ。まあ僕は実際田んぼしたから、それ、地元のね、神社の氏子の名字とか見れば、そういうのわかるんだけども、ただまあ、全員が全員そうじゃないですよ。まあ中にはその、全くその関係ないというか、その、まあ地元なんだけども、その方角のつく名字じゃないっていう人もいるだろうし、まあ、文字通り地元の人じゃないっていう人もいますよね。それは、帰化した在日の方なんかも、それは相当数、まあ、いらっしゃると思いますし、なんで、誰がどうかなんていうことは、まあ、相当、言ったもん勝ちなところがあるんですね。まあ、それは置いといて、まあ、でもやっぱりね、それでもなんか差別だとか、そういう感じで、ちょっとこうね、この、威圧するような感じの人がいるっていうみたいで、まあ、その、なんというかですね、人権団体の皆さんがですよ、市役所の人に対してパワハラをやってないですかってことなんですよね。人権侵害をやってないんですかっていうところなんです。まあ、他にもいろいろ言いたいことはあるんだけども、まあ、今ね、僕は、言えるのは、反省しないでしょうね。多分僕はこうやって、自転車のサイトにね、記事載せて、で、こうやって今 YouTube でね、こういうことがあったっていうのを話してるけども、多分反省しないと思いますね。今もメダカ屋さんのインスタは、何事もなかったように更新されているし、
まあ僕もね、いろいろその童話関係の不祥事、この YouTube や自転車でやったけども、まあまともにね、この摘発されたのは津市ぐらいで、まあその大東市の件はね、これよっぽどのことがないとね、誰も反省しないんじゃないですかっていうふうに僕は予想してます。まあそこで、まあできればね、地元の方でその協力して、まあこういうのをやめようっていうふうに、していかないといけないとは思うんだけども、まあ僕は相当ね、大東市に関しては根深いものを感じてます。まあいろいろちょっと確証のないこともあるんで、まあ確証ができたら、まあまたいずれこのチャンネルで話そうと思います。ということで、まあ今日ね、お話しできるのはまあそれくらいです。まあとにかく大東市にはいろいろとただならぬことがあるぞっていう、まあそういうお話でした。